あ？なんだよおめえら、出てけつっただろ。お前らに見せたいものがある。見せたいもの？なんでてめえらのこと聞かなきゃいけねえんだよ。お前らにとっても大事なことだ。ついてきてくれ。おい、まだかよ。こっちも暇じゃねえんだよ。もう着く。あれだよ。あ？兄貴！ちょっと待て。よく見ろ。兄貴、こんなトレーニングしてたら死んじまいますって。うるせえ。いいから早く殴れ。おい、そんなもんかい。もっと来いや。兄貴はここまでして強くなろうとしてんだよ。あの男に勝つにはな、こんなんじゃ足りねえんだ。俺はもっと強くならなきゃいけねえんだ。俺は負けたくねえんだ。俺らがいがみ合ってる間に兄貴はこんなことを。お前らのことは嫌いだが、そんな小さいこともうどうでもいい。兄貴のためにお前らの力が必要だ。ああ、一時休戦だな。兄貴には危険だから止められてたけど、強くなるには実戦が一番だ。ああ、兄貴があんな激しいトレーニングしてんだから、俺らがやらねえわけにはいかねえよな。今はお前らへの恨みじゃねえ。共に戦う仲間として胸を貸してくれ。ああ、行くぞ。出かけんのやろ。俺より先にスタミナ切れとは情けねえ。あ？あいつらまた喧嘩かよ。どうしようもねえ奴らだな。くっそ、強えなおめえ。当たんねえ。右しか使わないから避けられるんだ。左も使えないや。なるほどな。おい、お前の前蹴りなかなかいいじゃねえか。お前こそなかなかタフじゃねえか。おい、そんなんじゃ効かねえぞ。もっと腰入れろよ。そっちこそ手数少ねえな。もっと打ってこいや。おい、兄貴。お前ら喧嘩はやめろって言ったよな。あ、いや兄貴、これは違くてですね。あのその言い訳はいい。てめえらみたいな聞き分けの悪いやつは最初から拳で分からせる必要があったみたいだな。だから兄貴、違うんですよ。聞いてください。残るはおめえだけだ。兄貴、兄貴、トレーニングなんです。だから俺たちはもう喧嘩なんてしてなくて、実践的なトレーニングをしてたんです。あ、そうなの。おい、せーよ。はいはい、俺が言ってた兄貴。あ、見ました。それから見てくと思います。
でも俺ほんと興味ねえんだよ。いやいやいや、今心臓が長いじゃん。おはようございます。いや、そうだよね。難しいんだ。わかんないんだ。おい、おい、あつた、あつた。はい、何か用ですか。いや、用とかじゃなくて、お前その格好どうしたんだよ。ちょっとしたイメージチェンジってやつですよ。ああ、そうか。あいつ頭でもぶつけたのか。いやー、なんかキャラ変にしてはさすがにちょっと無理がありますよね。はい。お、松さん、おはようございます。吉田君、おはようございます。気にしないでください。こういう気分なだけなので。ああ、そうか、気分か。 OK。 納得した。気分で納得しちゃった。僕もにわかには信じがたいですが、気分で納得しましたね。始まりましたね。あんなに練習したんだ、大丈夫だろ。昨日あった出来事なんですけど。おい、まずは名前だろ。吉田亮だぜ。で、昨日あった出来事なんだけど。おい、まだな、俺が名前言ってねえだろ。ごめん、最初から。いや、じゃあもういいから。次、曲か。いや、違う、音楽後だ。次、コーナー。コーナーなんて、どこに書いてあるの。コーナー聞く。おい、よ、そろそろ元気出せ。そうですよ、逆に面白かったですよ。見る。あ、すいません。いざ本番ってなると頭が真っ白になっちゃって、緊張しちゃって、あつさには迷惑かけちゃった。いや、俺は全然気にしてねえからよ。大丈夫ね、元気出せ。すいません、しばらくは立ち直りそうにないです。あいつ妹にもプレゼントしてやるからって言っちゃってたらしくて。なるほどな。うわー、やっと終わった。ようやく昼飯だよ。いや、そろそろ元気出せよ。ほら、唐揚げやるからよ。ああ。お、昼の放送始まったな。そういえば、松さんどこ行ったんだろう。どうも皆さん、こんにちは。学校一番初めの花山です。どうも、今世紀最大の極悪不良こと、松さん。これってっていうか、松君、自分で合格不良っていうのはちょっとダサくないですか。ああ、しょうがねえだろ、事実なんだから。てかよ、お前こそ真面目ちゃんとか言ってきてね、赤点ばっか取ってんじゃんかよ。いや、ちょっと松君、それ言わないでくださいよ。しょうがねえ、不良の俺と勉強教えてやろうか。え、松君、なんで不良の俺と勉強教えられるんですか。もしかして、本当は真面目だったりして。お前、我々が低すぎるからね。え、こいつのせいで、なんか最近アニメーティブが生かされてすごい困ってます。この前、松君に遊戯を誘われちゃいました。誘ってません。がクラスで疎開されてるこの子を救うために誘っただけですけど、松君、僕の優しさを話してくれてありがとうね。松君、マジシャンカール何が全然高まりませんけど。何、僕の全員エンドカードを話してくれてありがとうね。僕の公開人が分かってるだけですから。二人とも息ぴったりじゃねえか。ああ、すげえよ。ローカル線乗り継いできたからもうこんな時間じゃねえか。どこが豪華なんで、新幹線乗せろよ。まあまあ、皆さん旅は始まったばかりですからね。ほら、ホテル行きますよ。
これって普通のビジネスホテルだよな。しかもこのダブルベッドで二人で寝るってことだよな。さあ皆さん、明日は早いので早く寝ますよ。おい、ぼっち、話がちげえぞ。そうだよ、ただ移動して寝るだけなんておかしいだろ。ウィ、おめえ、一体何企んでんだよ。そうだよ、そもそもおかしいと思ったんで。皆さん、僕は何も企んでませんよ。本番は明日からです。ああ、本当だろうな。この旅行は皆さんへの償いの気持ちなんです。あれだけ迷惑かけてきた皆さんを楽しませたいだけなんです。ったく、しょうがねえな。信じてやるか。おい、リョウ、お前もいいか。僕はただちゃんとした寝床があるってだけで夢みたいです。おお、そうか、よかった。よし、それじゃあ部屋の振り分けしますか。ああ、そうか。一応二人部屋だから2対2に分かれんだな。それじゃあ平等にじゃんけんで決めますか。ふざけんな。おい、俺は絶対に、絶対に松さんと同じ部屋じゃなきゃ嫌だ。絶対に、絶対に嫌だからね。りょうくん、あっさくん、ちょっと怪しくないですか。え、何事よ。いや、さすがに松くんのこと好きすぎるっていうか。あいつ普通に女好きだし、そういうことじゃないと思うけどな。おい、アツタ、お前ずっと固まってるけど、どうしたんだ。あ、いや、あ、あ、どうした。あの、その…ダメだ、松さんと二人きりだと緊張して石みたいになっちまう。そういうことなんで、僕と松くんが同じ部屋になりました。それ。まあ、クソクソコンビで揃って仲良くやってますよ、あの二人は。きっと。もうあつさん、このベッド動くよこれ。マジで。いいや。最高やろ。いや、いや、いや、急ぎんちゃく。急ぎんちゃく。あ、いい。熊の実入りました。入りました。そうか、まあ俺もちょうどよかったよ。え、何がですか。どうせお前オタクだから深夜アニメ見たりとかしてんだろ。おい、しょうがねえな、不良の俺が特別に付き合ってやるか。ふわー、どこ
新アニメ面白いですね。あ、この時間のアニメっていうのは可愛い女の子がいっぱい出てくるでしょ。花岡はちなみにどの子が好きですか？僕はこの子です。あ、僕もね、昔好きだったんです。聞かれますね、花岡。花岡くんじゃ、次はどのアニメ見ますか？違うやつ。違うやつ。あ、なんか夜は稼いそうですね、このまま。あ、楽しいな。